川辺で拾った石をパワーストーンとしてマサオくんに売りつけよう。僕なんて何やってもダメなんだ、運悪いし。マサオくん、今度会った時3万円で運気上がるパワーストーンあげるよ。本当？ありがとう坊ちゃん。お母さんと相談してみる。なんか園長先生強くなった気がするぞ。まったく、俺が有能だからってこき使われて困りますわ。まあ可愛いって言ってくれる女性は多いから嬉しいけど。いや、シロさんマジですごいっす。俺なんて車の運転しかできないっすもん。しんちゃんってどうして正面向かないんだろう。マサオくん、今までお世話になったぞ。今日でマサオくんには消えてもらうぞ。さすがに靴下の匂い嗅ぎついて慣れたわよ。臭がってる演技するのも大変だわ。俺も臭いキャラやってるの結構メンタルくるのよ。今日の夕ご飯はこの石、石の風味も歯応えも最高。お疲れ様です。ドラえもんさんの映画最新作ののび太のリトル坊主見たんですけど、めちゃくちゃ良かったぞ。いやー、また舞台が宇宙でさ、参っちゃうね。ほんと僕もしんちゃんの映画最新作見たよ。結構感動したよ。本当ですか、ありがとうございます。お尻が荒れてるとカメラ写りが悪いから、ちゃんと毎日肌荒れ防止のクリームを塗ってるぞ。しんのすけ、最近の視聴率グッズの売りはどうなんだい？お疲れ様です。ぼちぼちだぞ。売り上げが下がったらどうなるか分かってるんだろうね。気を引き締めて働くんだよ。みんなにも伝えておきますぞ。最近みんな調子はどうなんだぞ。いや、最近ずっと塾のテストは高得点でさ。風間、最近うぜえぞ。なんか自慢って嫌だよね。希望いい、いかにも生きりって感じするよね。お前ら低学歴は黙ってろよ。